フレッチャー級駆逐艦搭載のマーク30単装砲塔マーク125インチ砲は、アメリカ海軍が1934年に正式化した38後継長5インチ砲を、各種の砲がや砲塔と組み合わされて、艦砲システムを構成する。1920年代、アメリカ海軍では5インチ後継の砲としては、51後継長の弊社砲を、 戦艦の副砲として、また、25口径長の広角砲を隠し艦艇の広角砲として運用していた。しかし、特に対空射撃能力の相対的陳腐化もあり、これらを兼用できる新型の療養法が求められた。これに応じて開発されたのが本法であり、1934年より、ファラガット級駆逐艦に搭載されて装備化された後、駆逐艦休暇運転の手法、 あるいは大型艦の広角砲として広く搭載された。基本的には38口径長5インチ口径のマーク12方針を旋回砲座上の砲画に搭載した形となっており、この上にガンハウスを搭載するものと搭載しないものがある。このうち特にガンハウスを有する単層砲塔であるマーク32は多くのサブタイプがあるが、むね砲座の下に 用弾薬機構を有するものと、これを持たないものとに分けられる。本砲システムは、アメリカ海軍が採用した砲としては、最多の生産数を達成したものと見られており、5インチ38の通称で有名である。本砲システムは、多くの場合マーク 37GFCS と、組み合わされて、武器システムを構成することとなった。出典 navweaps.com2013 諸原作動機構性能砲弾創薬アメリカ海軍アメリカ海軍アメリカ沿岸警備隊イギリス海軍イタリア海軍海上自衛隊スペイン海軍デンマーク海軍ユーゴスラビア海軍ブラジル海軍ありがとうございます